今回、GoPro の方から新しいリモコンが発売されております。で、今までスマートリモートというですね、リモコンが発売されてたわけなんですけども、今回、GoPro Hero 9対応ということで、ザ・リモートという、新しい、リモコンが発売されましたと。で、今、GoPro のホームページの、公式ホームページの方から今購入をかけていて、今手元にはないんですけれども、私の方はね、左側の方の、MAX 持ってたんで、それの、制御用のリモコンで、購入してました。で、単純に、ここにですね、一覧書いてますけれども、スマートリモートと、ザ・リモートの違いで見ると、単純に違いだけで見ると、新しいザ・リモートの方が性能落ちたんじゃないかというふうに見えますけどね。距離が3分の1ぐらいですかね、なったり、制御台数が10分の1、通信も半分ぐらいと。そもそも GoPro 50台も制御しませんけどね。こんな感じで、何が大きく変わったのかというと、やはり新しい方は、PLE、Bluetooth Low Enemy といって、近距離通信のね、あんまり電気食わない、接続方式でつながるようになりました。ただ、今までのスマートリモートが、GoPro Hero 9が使えないっていうのが一番ちょっと大きかったんで、ちょっとね、GoPro Hero 9用にちょっと購入したというわけでございます。さて、結果的には2台の、リモコンが、私の手元に来る予定になってますので、ちょっとね、その差分というか、機能について、レビューとかできたらいいなというふうに思っております。GoPro のザ・リモートがですね、到着しました。購入したのはね、GoPro の公式サイトの方から、購入しまして、だいたい1週間ぐらいか。かかって、到着いたしました。シンガポールから来てますと。で、早速充電してるんですけども、見えるかな？充電のですね、パーセンテージがですね、出るんですよ、これ。チャージングって。であって、説明書があるんですが、日本語がないです。日本語のページがですね、ないんですね。若干英語を読みますんでですね、英語で一応読む。大体、そんな難しくないんでね、いいと思います。で、電源のですね、パワーオンオフボタンは、この頭のところ、トップのところに来てますね。こっちがスマートリモート。昔からというか前からのやつで、こっちのやつがザ・リモートということで、GoPro Hero 9はね、こっちの方しか対応してないらしいんですけども、厚さが、そうですね、半分とまでは言いませんけども、少し薄くなりました。大きさは縦横はほぼほぼ一緒と。で、ボタンは大きくなりましたね。録画というか、のボタンが。で、電源が、スマートリモートの方は左下にあって、ザリモートの方は上にあると。で、ですね、スマートリモートの方がですね、ちょっとややこしいんですけども、ここに充電端子があって、これで専用の充電ケーブル使うんですけどね。で、充電したいときにはですね、こういうコネクタがあって、こうやってると、ロックがあって、キーホルダーっぽくなって、これはこれで便利だと思ったんですけど、ザ・リモートの方は、ここにですね、ストラップ穴があるんで、好きなストラップつけるということでしょうね。で、オンがあって、あとはスイッチが2つありますね。ちょっと後で設定してみたいと思います。こんな感じ。持った感じは、薄いなという感じです。
で、あとスマートリモートの方ですね、この充電が、よいしょ、タイプ C になりました。まあ、今のね、流れなんで、タイプ C は当然だと思いますけども。さて、ペアリングしたいと思います。ちょっと説明書を読んだところ、まず、ザ・リモートの電源は切っといてください。だそうです。そして、9の方を電源入れて、ちょっと、ね、読みながら。スワイプ、レフト、アンド、コネクション、スワイプ、レフト、レフト。スワイプ、あ、そうそう。もう一回もう一回。この状態で、メニューにします。で、メニューの状態から左にスワイプ。そうすると、コネクションズ、接続があるはずです、接続と。で、コネクトデバイス。コネクト、デバイスを接続。いいの、コネクト接続。で、GoPro アプリ、ザ・リモートって書いてあるんで、ザ・リモート、ユアカメラ、ザ・リモート、ユアカメラ、ウェール・オートマティカリー、ビギン、ペアリング。次にパワーオンザリ、パワーオンのザ・リモートか。ここにザ・リモートなんで、ザ・リモートをします。で、ペアリングモードにしています。そして、こっちの電源を入れます。そうすると自動でペアリングになるはず。ペアニューって書いてある。おっしゃいのかな。よいしょ。お、つながりました。で、よ、お、まあ当たり前だけど、録画廃止と。で、表示、今、まあちょっとやってみましたけども、カスタムで 5K で24フレームでワイドですよ。で、左上に、残、録画時間。右上にバッテリーか、の情報が出てます。で、止めると、止まると。今ね、GoPro の方のね、音止めてるんで、多分、オンにするとピコピコになると思うんですけど。で、横を押すと、よいしょ。あ、これ日本語になってるの、これ。多分あれか、GoPro が日本語モードになってるんで、リモコンの方も日本語になってると。それは賢い。スローモーション、シネマティック、アクティビティ、あ、プレゼットですね、これ。カスタム。で、なんかな。あ、終了。が、このスパナマーク。下は、モードってあるんで、モードを押すと、多分写真とかかな。あ、そうか、写真。そして、静止画、写真広告。タイムラプス。表示出るから便利ですね、これ。で、ビデオ。で、カスタム設定になってます。で、例えばカメラモードにして、よいしょ。音出した方がわかりやすいかな。よいしょ。うん。よいしょ。よっ。おうおう。音出ますね。で、カメラの方も、ナイトフォト、連写、あと、